お世話になっておりますマサルです。今回はセキュアウェブゲートウェイについて一緒に勉強していきます。今回学ぶ内容です。まずセキュアウェブゲートウェイとは何か概要をお話しします。次にセキュアウェブゲートウェイの機能についてお話しして、最後にキャスビーとセキュアウェブゲートウェイの違いについてお話しします。それでは始めていきましょう。SWG セキュアウェブゲートウェイはインターネット上でプロキシのような機能を持ち、ウェブサイトやクラウドサービスなどのウェブトラフィック全般のやり取りを監視することで、インターネット上の脅威からユーザーを守ります。セキュアウェブゲートウェイはインターネット上に存在するので、社内の端末に限らず、リモートワークの端末からも利用することができます。セキュアウェブゲートウェイの主な機能は、不正サイトとの接続遮断機能、マルウェア対策機能、そして利用制限機能です。利用者が不正なウェブサイトやクラウドサービスにアクセスしようとすると、その通信はセキュアウェブゲートウェイによって遮断されます。またマルウェア対策機能の一例として、サンドボックス機能があるセキュアウェブゲートウェイでは、サンドボックスの中でデータを動かして不審な振る舞いを行わないかチェックし、マルウェアの侵入を防止することができます。さらにウェブアプリケーションからアップロードを禁止するというような、利用者の特定の動作を制限できる場合もあります。前回勉強したキャスビーとセキュアウェブゲートウェイの違いについてお話しします。前回勉強したキャスビーはクラウドサービスの可視化、そして利用制限に特化しており、クラウドサービスの通信を細かい精度で監視することができます。しかしキャスビーでは通常のウェブトラフィックを監視することができません。一方セキュアウェブゲートウェイは監視対象としてクラウドの通信、通常のウェブトラフィックの通信、両方を監視することができます。しかしキャスビーのようにクラウドサービス内の利用状況を細かく監視をすることができません。なので安全性を高めるためには、キャスビーとセキュアウェブゲートウェイ、この2つを併用してキャスビーによるクラウド利用状況の監視およびセキュアゲートウェイを使ってウェブサイトを含めたウェブトラフィック全般のやり取りを監視することが一番安全性を高めることができます。以上、今回はセキュアウェブゲートウェイについて一緒に勉強しました。少しだけお知らせです。皆さんの応援のおかげで本動画シリーズが書籍になりました。通信販売、電子書籍での発売もあります。詳しくは概要欄をご覧ください。それではおまけトークです。今回はセキュアウェブゲートウェイについて一緒に勉強しました。支援誌の過去問では直接的にセキュアウェブゲートウェイについて取り上げられている問題がなかったんですが、ネットワークスペシャリストの問題で取り上げられていました。その問題の中で該当のサービスはPC がインターネット上のサイトに接続する際に送受信するパケットを本サービス経由とすることによってファイアウォール機能などの情報セキュリティ機能を提供するという記述があります。この問題はネットワークスペシャリストの問題であり、セキュアウェブゲートウェイの詳しい機能についての問題はありませんでした。もし情報処理安全確保支援士の試験で同様の問題がテーマになった場合は、セキュアウェブゲートウェイの役割について詳しく聞かれる可能性があるので、しっかり内容を理解しておきましょう。それでは今回も最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。